ブリムストーンはまだ社が開発した空対地ミサイル。ミリ波誘導ミサイルであり、2005年からイギリス空軍に配備が開始されている。アメリカ合衆国のエイジム -114 ヘルファイア対戦車ミサイルをエアフレームの参考としているが、ロケットモーターや誘導部、弾頭などは全く別個に開発されたものである。湾岸戦争の教訓よりイギリス空軍は BL-755 のようなクラスター爆弾ではなく、長距離スタンドオフ攻撃が可能な対戦車、誘導兵器を求めるようになった。この要求に、マルコーニッシャが答え、1996年より開発が開始された。ブリムストーンはミリ波レーダーに自立誘導のため、撃ちっぱなし、能力を備えている。弾頭は爆発反応走行対応のタンデムヒート弾頭である。 後に、レーザー誘導シーカーが追加された、デュアルシーカーとなり、いずれか片方もしくは両方を同時に使用可能。射程を 60km 以上に延伸した、ブリムストーン2は後に、スピア2プログラムに統合され、スピア3へと発展した。台風の近接航空支援の例として、ブリムストーンを3連装ランチャーロッ 指定外射程空対空ミサイル4発、短距離空対空ミサイル2発にドロップタンク1本がある。ありがとうございます。